蔡英文総統が1日午前長年台湾に奉仕しているカトリック教会の聖職者と会見しました蔡総統はこれらの聖職者の台湾における奉仕年数を合わせると1200年を上回っている。 1>, 1人当たりの奉仕年数は平均36年このような奉仕の精神と台湾に対する長年の愛と世話に台湾の人々は心から感謝していると述べました蔡総統はまたこれらの聖職者の奉仕は医療・教育・女性・高齢者・心身障害者に及び台湾社会全体の進歩に大きく貢献していると称えました 内政部は2011年より馬界計画を実施しています。これは台湾に20年以上居住して永久居留所を持ち、しかも特殊な貢献のあった満65歳の外国人を対象にするものです。関連条件を満たす外国人は台湾の高齢者と同じような優遇措置を受けられます。現在 国計画への適用が認められるカトリック教の聖職者は167人います公共交通機関台湾各地にある国公立風景区や文化施設などを利用する際料金の割引があるほか台湾の長期介護サービスも受けられますなお台湾では2016年12月21日より 改正国籍法が施行されています台湾に特殊な貢献のある外国人は母国の国籍を放棄しなくても中華民国の国籍を申請できるようになっています。 例えば、2017年の総重国建設祝賀式典で国家選手をリードしたアメリカ出身の韓・慶忠新婦は、改正国籍法に基づいて中華民国籍を取得した初めての外国人です。再総動は、他にも中華民国籍の取得を希望する聖職者がいれば、 この方法で台湾人になり老後の世話を台湾に任せてくれるよう呼びかけました。